はい、どうも、てりゃんです。本日なんですけども、皆様ご無沙汰しております。全然動画の更新頻度が上がらないことで有名な谷崎でございますけども、本日ちょっと特別な動画となっておりまして、あのサントリー様との企業タイアップでございます。でどういった商品なのかであったりとか、どういったものなのかっていうのはまた勝利編の時にお伝えするとして、もう間もなく11月っていうこのタイミングですのでね、結構寒くなってもきましたので、何かあったかいものでも食べながら、お酒をちびちび楽しみながら、ちょっと久方ぶりの動画ではございますけども、また張り切って参ろうかなと思う所存でございます。というわけで早速本日も作っていきましょう。それでは作っていきましょうか。ではまず、今回作っていくお料理と、その前に今回僕が皆さんにご紹介したいこの登場です。スイジンおよびスイジンソーダ缶、今回はこの子たちのご紹介でございます。なんかあれですね、今回サントリーさんからこちらのグラス送ってもらったんですけど、なんかすごい爽やかで綺麗ですね。よくテレビで CM も放送されてますし、あと最近スーパーだったりコンビニだったり、よく見かけると思いますので、ご存知の方も多いと思います。で僕はいつものごとく必ずテスターというか、試供品をいただいてから僕が味わって、そこから案件を受けさせてもらいますので、もう僕はすでに味を知っております。ですので、よくあるタイアップ動画の、わ何これびっくり美味しいっていう感じの動画ではございません。いつもの谷崎ストロングスタイルでいかせていただきます。でこちらの水神および水神ソーダ缶、テレビ CM であったりサントリーさんのホームページなんかを拝見しますと、居酒屋飯に合う3種の和素材で、あとすっきり爽やか、こういったことはね、書かれてるんですけど、一応味わいとしましては、あくまでこれは僕の主観でしかお伝えできないんですけど、ジン初挑戦の方、もしくはジンがちょっと苦手っていう方でも気軽にトライしやすいくらい香りが柔らかいです。もともとジンっていうのが今でこそね、嗜好品ですけど、もともとお薬的な意味合いの強いお酒なので、ジンってアルコールの持つ利尿作用とか、そういったものを活用するために作られたみたいな感じの過去があるので、ちょっと薬膳酒っぽいというか、もうそれこそボタニカルな香り、これが特徴だったりするんですけど、そのジン特有のこのボタニカルな香り、これが柔らかい、きっと3種の和素材、そこがやっぱ使われてるので、僕たち日本人のこう口に合いやすい、そういった出来になってるんじゃないかなと思います。でもともと僕本来ジン苦手なんですよ。このジンの強い香り、これがちょっと苦手で、多分最後に飲んだのも5年前6年前ぐらいです。しかもより甘くして飲みやすくしたジントニックを最後に飲んだかな。それくらいジン僕苦手だったんですけど、こちらの水ジンは美味しい、僕はそう感じました。なのでおすすめしたい方は、いつもビールとかハイボールとかだけどジンにも挑戦してみたいなっていう方とか、ジン苦手なんだけど飲みやすいなら飲んでみようかなとか、なんかそういう感じのイメージを僕は受けました。でただ一つお伝えしておかなきゃいけないのは、例えばジントニックだったり、ジンバッグだったり、そういったジンの甘いカクテルをイメージされて購入されますと、ちょっとびっくりすると思います。こちら全然甘くないんですよ。てか多分甘くないから僕が今回ねご紹介できてると思うんですけど、そこだけご注意ください。でここでまたつながりましたね。そう、居酒屋飯に合うということは、こちら甘くないのでいろんな食事に合わせやすいんですよ。でそこもおすすめしたいポイントの一つです。それでは長ったらしくなってしまいましたが、以上をもちましてサントリーさんの水神および水神ソーダ缶のご紹介でございました。登場はまた実食編に。では話が戻りまして、本日作っていくものなんですけども、今回の水神ソーダ缶がすっきりさっぱりしているので、どうせ合わせるならめちゃくちゃオイリーなものが食べたいということで、一品目、これからの時期食べたくなるもつ鍋、飽きたって言わないで。あと今までは醤油味とか豚骨味とかそういった感じでしたけど、今回は初めての味噌味ですね。でそれだけだとさすがにちょっと僕も食事が虚しいので、もう一種類欲しいということで、ハイフライドポテト。実際にはジンがイタリアだったりオーランダだったり、そういった国々と由来のあるというか、そういったお酒なので、せっかくならオランダの料理を食べてみたい。なので正確にはフライドポテトではなくフリットです。と言いますことで、早速作っていきましょう。ではまずもつ鍋のスープから。いつも通りですね、でこの沸かしている間に結構一般的なもつ鍋の味噌スープって鶏ガラスープの素だったりを使うことが多いのかなと思ってたんですよ。だから僕も今回鶏ガラにしようかなと思ったんですけど、僕が普段購入している味噌スープチキンエキス入ってなかったんですよね。昆布エキス、アミノ酸とかばっかだったので、今回僕は和風だしで。じゃああとは70度キープ最弱の火1時間というわけで1時間経過。
では一度こちらを沸かして、綺麗になったら火を弱めて、はい、節はさあ、で今回は混合節ですので、ちょっとこのくらいの優しい火加減でコト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 5分間ちょっとね、味が出るまで時間がかかるので、よし、オッケー。あとはこちらを皿足でこして、よし、はい、これでいつもの、今回は味の濃い羅臼昆布と混合節で僕の大好きな濃いめの出汁にしてみました。では今からこちらを、味噌のベースのお出汁にしていきますので、その味噌スープに使う材料たちを、せーの、こちらからお出汁、薄口醤油、酒、みりん、合わせ味噌、お砂糖んで、今回の分量が今回珍しく試作を作っておりませんので、これが本当に美味しい比率なのかはわからないんですけど、こちらから 1.6 リットル 80cc80cc80cc80g5g です。一応ここを20対1対1対1にして、お上品なおでんだしと同じぐらいの塩分量にしておいて、そこにお味噌とお砂糖を加えて味噌スープにしようっていう感じです。で今回のお味噌は普通の田舎味噌と白味噌、これを1対1で合わせてます。合わせて 80g です。よし、で A はこれらを全部合わせて、はい、これで完成。いや、結構いいんじゃないか。やばい、めっちゃうまい。我ながらなかなかいい感じに出来上がったんですけど、野菜からの水分量も考えてちょっとお塩で塩分追加。完璧に決まりました。お塩を3つまみほど入れました。個人的にはすごく納得のいくスープになりました。それでは元鍋作りはこちらのスープが完成しましたら、あとはもう一瞬で終わりますので、ここからはもつの仕込みだったりキャベツを刻んだり、そういった作業に入っていきます。ではこちらが今回いただくもつです。今回はアメリカ産の島蝶をご用意いたしました。なので大蝶ですね。やっぱ小腸というかコロも好きなんですけど、個人的には大腸が好き。では一応もうね、スーパーさんの方で綺麗にしてもらってるんですけど、一応ささっと洗っていきます。で今からこちらを洗っていくんですけど、前は片栗粉を使ったりですとか小麦粉を使ったりですとか、あとお塩でガシガシしたりですとか、なんかそういった感じで結構丁寧にやってたんですけど、僕の最近はもうこちらにお水を流してボウルの中でガシャガシャするだけ。一応やってる理由としては、ちょっと多すぎるこの油部分、ここをこそぎ落としてあげるっていうのと、あとどうしても解凍のもつですとドリップがパックの下に溜まることがあるので、そういった臭み的なものを取りたいので、こういった感じですすぎ洗いするだけっていう感じです。でここからの作業はもう本当にもう好みの問題だと思うんですけど、やられてもいいし全然しなくても構わないですし、本当皆さんのご自由にと思うんですけど、僕はこちらの島蝶、このブリブリの油の方でなく、こっちの腸壁っていうのかな、こっちの壁の方、こちらをこんな感じで叩きます。理由としては噛み切れないから。ただこちらの作業、結構勢いよくやるとっていう風に包丁の顎がまな板にグサッといっちゃうので、もう使わなくなっちゃったよっていう、ちょっと柔らかいまな板を使われるのがいいんじゃないかなと思います。間違っても硬いガラスで覆われたような、そういったまな板でやっちゃうと包丁簡単にバキンって割れますので、くれぐれも柔らかいまな板でお試しください。で今回はこれ牛刀といいますか、ちょっと僕の種先包丁のこちらの試作品といいますか、また違う包丁を使ってるんですけど、もしあるのであれば出刃包丁でガン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 ってやってください。ここの顎がね割れちゃうので。ではここからなんですけど、僕はいつもこちらのもつ、これをお湯で下茹でしちゃうんですよね。
いくつか理由がある中で、まず生煮え防止、それから僕は結構な量を作るので、作ろうとするとキャベツの上にもつが乗る、その状態で火にかけると沈むまで時間がかかるので、キャベツクタクタ、もつが生煮え状態が起こっちゃう。なのでもう先にもつを湯がいちゃおうっていう、そういう考え方なんですけど、でもこちらのもつ主体ですると、もつのこの甘い油、これが流れ出ちゃうんですよね。ですので僕はもうお湯で下茹でしちゃうんですけど、この甘い香りをスープに取り入れたい場合はこちらのスープで一度下茹でされることをお勧めします。これは皆さんのお好みに応じて、はい、ではいってらっしゃい。ではもつの油に透明感が出てきましたら、一度こちらをザルにあげて、もつの仕込み終了。もうこの段階でもつめちゃくちゃ美味しいので、ポン酢もみじおろし、わさび醤油、生姜醤油、からし酢味噌、もうなんなら塩コショウだけでも、もうお酒のあてとしてはバッチリだと思いますので、皆さんもぜひ牛のもつを。はい、というわけで次、では続きましてキャベチ、もつ鍋の主役ですね。では切り方は、僕の思う最も簡単なざく切りキャベツの切り方、もう何も考えず、はい、縦半分に、はい、ズドンと落としていただきまして、続いてここのこの芯の先端のここ、ここを通るようにドセンターよりも若干上側、この辺りから、はい、まっすぐ同じくズドン、そしたら今のこちらの芯がある方ではなく、芯がない方の上側、ここをまずズドン、くるっと回して適当に、はい、おしまい。続いて芯がある方、中心のこの芯を避けるように、アンド、これで芯ゲット。またもう適当にザク、はい、ザク、はい、ザク、これでおしまい。これでキャベツ半玉があっという間にざく切りで、これ僕のすごく好きなところが、こちらのキャベツをお鍋の具材にしたいとき、いっぱい食べたい方はこの形を崩すことなく、よいしょ、こうやって入れてあげればスポッと収まるんですよ、キャベツ半玉が。なので僕のおすすめの切り方です。ただ個人的にキャベツってこうギュッと敷き詰めるより、ふわふわふわっと盛り付けた方が食感はいいかなと僕は思う派なので、このまんまギュッと盛り付けるより、こういった感じでバラして僕は準備します。ちなみに先ほどの切り方、たとえノーカットだったとしても、これで終わりです。めちゃくちゃ早いんですよね。じゃ続いてヌラと、そしてヌンヌク。ヌンヌクはあったらあった分だけうまい。でこのぐらいはもうそのままゴロゴロっと入れようと思ってますので、はい、このまんま、僕はね、ニンニクにくるっておりますので、んであとはトッピング用、じゃああとは新芽を取ろうと思ったんですけど、今回新芽があんまり目立たないので、よし、このまんま、はい、ではこれにてもつ鍋の仕込み終了。ではここから副菜の、フリット、そちらを作っていこうと思うんですけど、あくまで今回は、こちらがメインではないので、ちょっと手抜きをさせてください。わあ、冷凍の文化って素晴らしい。はい、今回ポテトは冷凍のものを使わせていただきます。結構いろんなスーパー見て回ってたんですけど、僕のイメージする結構長いポテト、この長いポテトを作るための、大きいじゃがいもが見つからなかったんです。なので今回冷凍で失礼します。でですね、今から作っていこうと思っているフリットなんですけど、もう感覚で言ったら大阪府民の方のたこ焼きぐらい、
もうすごくメジャーな食べ物なんですけど、僕らがよく食べるフライドポテトとこのフリットの違いってソースなんですよね。僕らがよく食べるフライドポテトですと、つくとしてもきっとケチャップが横についてるかなぐらいだと思うんですけど、フリットですと実際には確かフリットソースっていう名前で、厳密には確か違かったと思うんですけど、あのマヨネーズみたいなソースなんですよ。なので僕自身もあのポテトをマヨネーズで食べることをしたことないので、ちょっとものすごく興味を持っていて、まあ、そういったわけでね、あのフリットを今回チョイスするっていう運びになったわけですけども、今回あのマヨネーズみたいなフリットソースではなく、1個作ってみたいソースがございまして、それがヨッピーソース。なんでもヨッピーさんが考案されたソースだからヨッピーソースらしいです。で、作り方もめちゃくちゃ簡単なので、もしこれが美味しかったら僕の今後の食生活結構変わるなと思ってます。ということで早速ヨッピーソース作っていきましょう。では今回のヨッピーソースに使っていく材料たちを、せーの、こちらからマヨネーズ、ケチャップ、玉ねぎ、カレー粉で、今回の分量がこちらから 100g、20g、1/4個、大さじ2でございます。実際のあの本当のヨッピーソースがちょっと僕わからなかったので、でも一応こういう感じの食材で作るらしいです。めちゃくちゃ簡単ですよね。で、ただあの今回僕自身が、今回こちらがね、あのメインではないので、自家製マヨネーズではなく、あの頼ってますので、あの僕好みのマヨネーズにちょっと味を変えてあげたいということで、赤ワインビネガーを少々、ここに関しては完全に僕の好みですというわけで、あとはこちらに、刻んだ生の玉ねぎを、そのまま加えて、これを混ぜ合わせれば、はい、ヨッピーソース完成。ちょっと僕があのネットで拝見した色、もうちょっと黄金色やったんですよね。ちょっと色味は違うような感じはしますけど、でもこれ絶対美味しいと思う。勝ち申した。いや、これは美味しいわ。ただ個人的にもうちょっとケチャップあってもいいかなと思ったので、はい、ケチャップ 10g 追加。はい、勝ち申した。あのこれめちゃくちゃ美味しいです。これね、もちろんフリットソースとしてもすごく美味しいでしょうけど、これあのチップス系のあのお菓子、あれをここにディップしたらめちゃくちゃ美味しいと思う。あとこれちょっと邪道かもしれないですけど、僕ね、これ生牡蠣にかけても美味しいと思う。あのサルサソースっぽい感じで、いや、うまいわ。今回とてもいい知識が得られました。はい、というわけでレッツ盛り付け。これで元鍋&フリット超ヘビー級晩酌セットの出来上がりです。では実食編へゴー。っていうわけで無事完成。ちょっとね、もともとはこっちに1個盛りと思ってたんですけど、
ちょっと都合上2つに分けてきました。でもいただきますと、その前に今回の味噌スープを注いで、でも早速火にかけたいんですけども、さすがにこの状況は危なすぎるので、ちょっと一度ガスコンロに戻してきます。よいしょ。ではテーブルの上がすっきりしたところで、いただきます。ああ、うまい。やっぱりすっきりさっぱり美味しいですね。ではもつ鍋が煮立つ前に、今回のフリット、もう今日はカジュアルに手で今回のウッピーソースビシャビシャにかけて、やばい、めっちゃ美味しい。今回初めてヨッピーソース作ってみたんですけど、これめちゃくちゃ美味しいですね。もうマヨネーズもケチャップもカレー粉も、なんというかもうスプリンターなので、口に入った瞬間、はい、美味しいって感じで、個人的にもっといいなと思ったのはこの中に入ってる玉ねぎですね。食感がすごくいい。これはリピ確定ですね。うまい。で、すっごくどうでもいい話なんですけど、なんかこういうカリカリっとしたポテトより、こうちょっとしなっとしたポテトが好きなのは僕だけですかね。僕は少数派なんだろうか。ではちょっと僕は小腹を満たしたいので、ちょっと早送り。ではあと残りがもう結構短い子たちばっかりになってきたので、この子たち全部まとめて入ってもらって、ちょっと味変用のハバネロペッパーちょっと加えて、あとはこの中で和えて、特に味の違いはない。最後まで余すことなく。というわけでフリット完食。ではそのもつ鍋を持ってまいります。よいしょ。では改めて加熱して、温度をキープしつつ、最後にダメ押しの入れごまパッパッパ、はい、入れごまパッパッパで、仕上げのごま油、バッチリキャベツにももやしにもニラにもいい感じに火が入ってますね。で、今回こんだけ大きいお鍋、あともう一個ありますけど、2つ使ってますので、なんかものすごくいっぱい量があるように見えてると思うんですけど、実際今回キャベツをふわっと盛り付けてあるので、今回お鍋2台でキャベツが 1.5 玉分ぐらいなんですよね。だからそんなに多くないので、見た目に反して結構量的には少ないんじゃないかなと思います。お、来た、ゴロゴロニンニク、やっぱこれがないと。で、当然おつゆも注いで、改めましていただきます。まず何と言ってもこのブリッブリのもつ、もう最高にうまいよね。あくまで僕の近所の、スーパーで言うとなんですけど、アメリカ産とかそういった海外からの、お医者さんのもつで、今回みたいにこちらの裏にブリッブリに脂肪が乗ってるんですよね。で、僕はこれがすごく好きで、で、その逆で、国産の、こういった大腸だと結構この脂身をきれいに掃除してもらってることが多いんですよね。あちらもあちらでもちろん美味しいんですけど、やっぱこう実家を思い出すと言いますか、このブリブリの脂が僕は好きなので、こういうアメリカ産であったりこういった海外産の牛肉のもつ、こっちが好きかな。んでもってこのくらい細かーく切り込みが入ってるので、もちろん噛み切れるってことは僕もできないんですけど、すごく飲み込みやすい。なのでちょっとね手間ではありますけど、もしお時間がありましたら、このもつに切り込みを入れるっていう作業をぜひ。キャベツももやしもしっかり食感があって超美味しい。そしてここで登場、ゴロゴロニンニク、
ゼウス。やっぱこれですね。やっぱニンニクは入ってれば入ってる分だけ美味しい。でちょっと今回早送りベースが多くなっちゃったかもしれないんですけど、一応一鍋目完食。まだねあのスープは若干残ってるんですけど、ちょっと腎臓ぶっ壊しそうで、こちらは明日のお雑炊用ですね。では2杯目持ってきます。よいしょ。今ちょうどあの晩酌を始めて約1時間40分ぐらいなので、その間ずっとあの弱火にかけ続けていたので、多分こちらの一杯はキャベツくったくたやと思います。くたくたはくたくたで美味しいですもんね、元鍋はね。あのお出汁を吸いまくったキャベツ、あーやっぱキャベツめっちゃくったくた。これは絶対にうまいと思う。あーうんで忘れ物、はい、ごま油。ちょっと先ほどと区別がつきにくいかもしれませんけど、こちらがくたくたキャベツ。うん、うまい。もう今回の味噌つゆ、吸いに吸いまくってめちゃくちゃ美味しい。てかもっとこれ冒頭に飲めるべきやったと思うんですけど、今回の味噌スープ本当にうまくいった。あの先入観として、あの鶏ガラスープとかこういった動物性の、特にこう鰹節とかっていうか、こう鶏ガラとかそういった感じ、そういったお出汁が必要なのかなと思ってたんですけど、全然でしたね。むしろ僕の好きなもつ鍋の味噌つゆ、そこにすごく近づいたかなと思います。やっぱ鰹節の香りとかってすごく強いんですね、まあ、当然なんですけど。で本当にお行儀が悪いんですけど、一杯目の時よりもキャベツの甘さと元の脂がさらに染み出てきて、もっと甘くなりましたね。めちゃくちゃ美味しい。そしてベロやけどした。ニンニクがバカほどうめえ。あのもちろんこれだけずっと火にかけてますんで、ニンニクがもうトロットロなんですよね。なんていうか、もう口の中で上あごにベロドゥーンで、味噌味のニンニクポタージュが出来上がるって感じです。めちゃくちゃ美味しい。というわけでこちらでラスト1杯ですね。本当思いますけど、あの元鍋ってすごく簡単に作れて、こんだけ美味しいんだなっていうのをつくづく感じますよね。おそらく今年で僕があの皆様にお見せした料理の中で多分一番短かったんじゃないかなと思いますもん、調理時間。簡単ですごく美味しい。ということで、あまり見えませんけども、一応2杯目もほぼ完食ということで、こちらも明日の雑炊用、まあ、雑炊というかちゃんぽん用と言いますことで、じゃあラストスパート。ちょっとすいません、ちょっと足りないので締めのちゃんぽん麺を入れさせてください。いやーうまかったね。やっぱ今回の例えばこうもつ鍋であったりとか、フリットであったりとか、油っぽいものになると、今回の水神ソーダ缶よう合うなーって感じましたね。すごく美味しかった。でそれと同時に、今回のメインであるもつ鍋であったりとか、例えばそのキャベツの切り方であったりだとか、何かこの皆さんのこの後の続いていく冬、そこにあのつなげてご参考になればいいかなと思います。個人的には今回の味噌つゆ本当にうまくできたなと思います。僕が、あ、こういう味噌つゆ好きだなっていう感じに仕上がりました。すごくシンプルなんだけど、もつの甘さだったりとか、キャベツの甘さだったりとか、そういったものが入って入って入っ
って最終的に1個のものに仕上がるって、なんかそんな感じのスープだったんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、作るのは時間がかかるかなと思いますけども、もし何かのご参考になればいいかなと思います。というところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。